鳥居岩神社は、長野県松本市にある神社。品の国宗社と推定され、旧社格は孫社。正式名称は岩社であるが、一般には岩神社と表記される。古代国史は、各国内のすべての神社を一宮から順に、順配していた。これを効率化するため、各国の国府近くに、国内の神を合祀した宗社を設け、まとめて、祭祀を行うようになった。 当社はそのうちの品野国の宗者と推定される。品野国の宗者は、古くは品野国分寺、品野国部アマデラの立つ上田市付近にあったが、平安時代初期に松本市に移ったと考えられている。当地は古くより宗者と言われたことから、当地に宗者があり、付近には国府があったと推定される。また、国府にある国印と焦燥の鍵を混る陰役者から、 因が、意に展示、鍵が、輪に書き間違えられ、岩になったとする説がある。一方、兵庫県の岩神社から、岩明神を遷座したという説もある。江戸時代の神父陶器には、宗舎六者六社大明神とあり、地頭の三家薩摩神が、張馬国姫路の宗者大明神を勘定後後後したが、京皇年間に再興したという。ただし実際には、 三家薩摩神の曹操とするのは誤りで、岩神が古くからの品の僧者に行使されたものと見られている。明治に入り、近代社格制度では尊社に列した。また、新仙平白陵とも新神社に指定された。境内には十数本の欅の古木があり、植栽されたと見られている。入り口の2本は、かつては、県の天然記念物の指定を受けていた。現在は、 受精の衰えもあり、死の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。